ウェブスピードスペシャルショップインフォメーション。スーパーオートバックス浜松、木下光弘選手をアドバイザーに、ストリートでもサーキットでもいつでもどこでも楽しめて扱いやすい車作りが多くの共感を呼んでいます。案内していただくのはスーパーオートバックスアマーズの鈴木です。今回はですね、ウェブスピードさんの動画の方でスーパーオートバックスアマーズがどのような取り組みをしているか、どのような店舗になっているかのご紹介をさせていただきます。店内はカーライフ全般を応援する品揃え、ウェイティングエリアも完備されています。そしてスポーツコーナーはまさにアミューズメント空間。車種やジャンルごとに製品の展示がなされ、手作りのポップなどによる分かりやすい説明が魅力です。鈴木さんに解説していただきましょう。はい、ではですね、当店のスポーツコーナーのご紹介をさせていただきます。まず最初にご紹介させていただくのは、こちらのレカロコーナーですね。こちらのレカロコーナーにはですね、レカロの代表的なシートの展示の方と、実際にお客様に座って試していただけるシザのシートが並んでます。レブスピードさんでもおなじみの、ASM 横浜さんの、こちらのルビーですね、 RSC の ASM リミテッドのルビー、こちらの取り扱いの方にもなってますので、実際に ASM さんのこのルビーのシート RSG と SR7、こちらの方も実際に見ていただくことができますし、ご検討中のお客様はですね、当店にご来店いただいて、試乗の方もしてみてください。次に紹介させていただくのが、レカロコーナーの奥にあるこのチューニングの提案コーナーになるんですけども、こちらではですね、Z の頃から一緒にお世話になっている木下光弘さんがやっている G-MAX、 こちらのブレーキパッドの販売であったりですとか、新たに福岡にあります、GTR の専門ショップアクティブさんの、コーナーを新設しました。R32 のですね、新作の N1 のヘッドライト、こちらの展示からですね、タワーバーだったりフードパネルだったり、こういったフロアマットだったりですね、これからアクティブさんのパーツも、全て取り扱いさせていただけるということになってますので、ちょっと GTR は今回初めての取り組みになるんですけども、ぜひGTR オーナーの皆様も、西浜松をご利用いただければと思います。でこちらはですね、スバルの、VAB だったりレボーグの、パーツの展示もしています。でその横にあるのが、アルトワークスですね。最近アルトワークスの方にも、力を入れさせていただいてまして、オリジナルのコンピューターのセットアップに、付随する、吸気系のパーツだったり冷却系のパーツだったり、まあ、最近ではオリジナルのターボの方も、リリースさせていただきまして、そちらの展示もありますし、まあ、実際にお客様の方がカスタマイズしていただいたときにどんな感じでこうパワーも変わってくるのかっていう、そういうデータの方も展示してますので、ぜひこのあたりもチェックしてみてください。こちらも各車両別の提案コーナーになっています。まあ、全て全部うちの方で、まあ、コンピューターを今力を入れさせていただいているので、コンピューターに付随してくる車両が多いんですけども、まあ、シビックの FK7、そして FK8、 この辺りのマフラーの展示ですとか、非常に高価なインタークーラーだったり、吸気系のパーツの展示、こちらもですね、 ECU の方は同じように、先ほどのあると同じように、まあ、どんな形で変わっていくかみたいなものも FK7、FK8 と展示してますので、でこの辺りがですね、 S660 ですね。 S6 も非常にお客様全国から来ていただいてまして、その辺りに対するうちのおすすめのパーツの方も展示してます。シフトスポーツの方もマフラーの方をはじめですね、インタークーラー、足回り、そして、オリジナルのターボも今回出したので、オリジナルのターボの展示ですとか、それに対するパワーデータの表示なんかも全てやってますので、ぜひ、ご来店いただいた時にはチェックしていただきたいですし、今スイフトスポーツに関しては2型の方で、
コンプリート車両、まあ、デモカーの方もありますので、実際にご検討いただいているパーツをデモカーの方で体感していただくこともできますので、ぜひその辺もお気軽にお声かけください。こちらがですね、スポーツカウンターになってます。スポーツカウンターの方は店舗の一番奥に、ございまして、オーディオの方とスポーツの方が一緒になってるんですけども、自分鈴木がですね、結構最近ピットで作業していることが多いので、もしコンピューターのことですとかチューニングのことでご相談いただける際にはですね、こちらの方で鈴木の方を呼んでいただけましたら参りますので、お気軽に呼んでください。そのピットがこちら。さすがに広いですね。そして鈴木さんの仕事場はというと、西浜松ではですね、スポーツ ECU というのをラインナップしてまして、スイフトをはじめ S660R、シビック、そして Z33、34、86、最近ではスカイラインの 400R など、いろいろと今スポーツ ECU の方を、やらせていただいています。で、ECU を実際にご契約いただいたお客様にはですね、車両に ECU のデータをインストールするんですけども、それはこちらの車種台数の方で行わせていただいています。車種台数の方では、車の方を4輪固定させていただきまして、オリジナルデータのインストール、そこからですね、実際にシャーシダイナモで、パワー計測なども行いながら、本来うちが定めているパワートルクになっているかの確認であったり、あとはお客様の個体によってですね、いろいろと空燃費だったり、ターボ車ですとターボ掛け合わせだったり、NA だと点火時期だったり、いろいろとこう、車両ごとの個体差が出てくる部分があるので、そういったものを実際にデータローガーなどをつなぎながら、パワーと測定などを繰り返し行って、よりお客様のお車に適正なデータになるように、1台1台作業の方をさせていただいています。一般的にやっぱり ECU をやるとですね、パワーが上がるというのも、一つあると、大きくあると思うんですけども、まあ、もちろんそのあたりも、しっかりとセットアップの方をしてるんですけども、特に西浜松ではそのパワーを出すというところとですね、別にですね、扱いやすさ、まあ、乗りやすさを重視したいというふうにも考えてまして、特にですね、やってるのはアクセル回路に対するパワー特性であったりとか、この辺もこう少ないアクセルでこうドーンと行かせるかはこう踏み代に応じてパワーがしっかり出てくるようなフィーリング、そういうこう昔のワイヤー式の こちらがですね、今うちのデモカーになってます、スイフトスポーツ、こちらが 2型のですね、マニュアルになってます、このデモカーの方ではですね、エンジン系がですね、今回新しくリリースしました、こちらのタービンです。オリジナルタービン HKS メタルキャタライザートラストインタークーラー、オリジナルスポーツ ECU などによる最高出力は210馬力。マフラーは HKS ハイパワースペック L2。 キャビンはノーマルっぽいですが、ドライビングシートはレカロ RSG が装着されています。こちら横浜のアドバンホイールの TC4、この17インチを組み込んでいます。でタイヤサイズは、ポテンザの RE71、RS2 今なりますね、これの225、215というセットアップで、組み込んでいます。車高調の方はですね、HKS の、MAX4 GT の SP の方ですね、まあ、少しこう走りも楽しんでいただける方に、お勧めしたいなということから、ワインディングらがスポーツ走行に適したようなセットアップをしている始まりがついています。で、スイフトスポーツですと
純正のブレーキパッドが非常に初期精度が強くて、優しく踏んでるつもりなんですけど、こうカクーンって効くっていうのが非常にオーナーさんから聞くことが多いので、当店のオリジナルパーツの開発ドライバーもやっていただいてます。木下光弘さんがプロデュースしている G-MAX のブレーキパッドをセットアップしています。この車のうちのオリジナルパーツでの部分を紹介しますと、LSD になります。LSD に関しては ATS さんのカーボン LSD を、使っているんですけども、これまでも Z33 だったり34、86、S6 といろいろやってきまして、今回このスイフトが実は初めての FF になります。で FF で、ZC33S はターボ車ということで、非常に低い回転からエンジントルクが出ている車なんですね。その車に、LSD を組み込んだときに、最初の問題になったのが、非常にこうエンジントルクとデフの効きというもののバランスが合わせてあげないと、もうデフの効きがタイヤのグリップをこう超えていっちゃうんですね。そうすると LSD を組み込みますと両輪がこうロックしていきますので、もうコイルスピンが起きてもう外にこう飛んでいってしまうような動きが出てくると、そういったことがあったので、この LSD に関しては木下さんと ATS さんにもご協力いただきいただいてですね、もう徹底的にこの ZC33 Swift に合わせ込んだ仕様にしました。それはですね、実際イニシャルだったり新しいカムも作っていただいて、そういったものも何種類も試しながら、どのカム角でどのイニシャルが一番この Swift のパワー特性に合ってくるのか、アクセルを開けていったときにリニアにこうちゃんとタイヤのグリップを生かしたらデフの効きが出るのかっていうものを何度もテストして、完成したデフになっているので、ぜひSwiftのオーナーさんはこの LSD、 このデフを入れることによってこのSwiftの完成度っていうものは飛躍的に向上しますので、ちょっとオートマにはまだ今ないんですけども、マニュアル専用にはなってしまうんですけども、ぜひ体感してみていただきたいと思います。パーツメーカーやプロショップが集うフェアも定期的に開催中。ぜひご活用ください。